ダストチャンネルのダストです。本日紹介するのはこれだ。じゃん、プロプリカ日輪刀煉獄杏寿郎だ。イエーイ。こちらは鬼滅の刃に登場する煉獄杏寿郎の日輪刀の1分の1サイズのおもちゃです。というかもうここまで来るとおもちゃの域を超えてるけどね。以前かまど炭治郎の日輪刀が発売されたけど、その第2弾になります。では早速レビューしていくぞ。もしこの動画面白いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では早速中出していきましょう。その前にパッケージ簡単に見てみるとこんな感じですね。まずこちらの面は煉獄さんの日輪刀がずらーっとプリントされていて、で側面こんな感じで、こうなると煉獄さんの全身が写ってますね。でこっちも日輪刀が写ってます。これで全部かな。でなんだこの面縦の面は日輪刀って書いてあって、反対側もわお、反対側もこんな感じですね。とにかくね、箱がでかいので、ね、取り回しが困難です。じゃーん、中出してみました。めちゃくちゃかっこいい。前回同様専用台座がついていて、そして今回も鞘はついてきてないですね。まあこれは刀身の塗装が剥がれるのを防ぐためあえて鞘をつけてないということでしょう。では日輪刀アップで見てみましょう。では刀身から見ていきましょう。刀身はこんな感じですね。刃先側には炎のデザインがプリントされていて、で素材はね、プラスチックですね。でダダダダダダといくと大きく悪鬼滅殺という文字が彫られています。これねプリントじゃなくてちゃんと彫られてるんでへこんでますね、この部分で。ここはダイキャスト製で、つば部分、ここがね煉獄さんの日輪刀の特徴的なデザインの一つですね。炎のデザインがされていて、で、つか部分ですね、ここも、まあ、白のデコボコした、プラスチック製の素材になっています。で、柄頭部分、反対側はこんな感じですね。ダーッといくとこんな感じで、さすがプロプリカ、大人向けのおもちゃということでネジ穴が全くありません。 500ml ペットボトルと大きさを比較するとこんな感じになっています。かなり大きい。日本刀って実際に持つとこんな感じなのかな。結構長いね。さあでは音声聞いていきましょう。音声には鬼殺モードとうまいモードの2モードあるみたいなので、まず鬼殺モードから聞いていきましょう。まず前回のかまど炭治郎と同じようにこの柄の部分のカバーを外すんですけど、ここね塗装剥がれ注意ですよ。よっこいしょ、ういガバッと外せるので、ここにねスイッチがあります。でこれを1、ポッチがね11個と2個があるんですけど、1個の方に、はい、こんな感じで動かします。でカバーを閉じると、これで鬼殺モードに移行できました。でこれ柄の部分よく見ると上と下にボタンが1個ずつついてるんですけど、鬼殺モード状態でこの上のボタンを長押しするとリサさんのホムラが抜粋バージョンで流れます。無限列車編の主題歌だね。であんまり流しすぎると YouTube で動画流せなくなっちゃうので短めで流してみます。ではボタン長押しします。はい、はい、こんな感じだね。これね炭治郎の日輪刀の時に歌流しすぎて動画アップできなくなっちゃったんで、もう泣く泣くカットしたんですけど、まあ、今回はね、ほんと、ちょっと短めで、すいません。勘弁してください。で、続いて、下のボタンを単押しすると、剣撃音が3種類流れます。じゃあ行きましょう。まずは1個目。2個目。3個目。この3種類だね。炎がブーって燃えてるような剣撃音が流れました。で、上のボタンを単押しすると、今度はね、劇中の名台詞が30種類になるようなので、聞いていきましょう。している間にこんな事態になっていようとは、よもやよもやだ。柱として不甲斐なし、穴があったら入りたい。全
集中の常駐ができるようだな。感心感心。常駐は柱への第一歩だからな。柱までは一万歩あるかもしれないがな。うん、このセリフ好きなんだよね。あ、これは赤座が登場した音かな。再生が早い。この圧迫感と凄まじい危機、これが上限。俺と君とでは物事の価値基準が違うようだ。俺は縁柱、煉獄杏寿郎だ。老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ。老いるからこそ死ぬからこそたまらなく愛おしく尊いのだ。強さというものは肉体に対してのみ使う言葉ではない。この少年は弱くない。侮辱するな。このセリフもいいよね。何度でも言おう、君と俺とでは価値基準が違う。俺はいかなる理由があろうとも鬼にならない。断る。もう一度言うが、俺は君が嫌いだ。俺は鬼にはならない。俺は俺の責務を全うする。あ、ごめん、ミスった。ここにいる者は誰も死なせない。煉獄さん。お、炭治郎の声。逃がさない。絶対に離さん。お前の首を切り落とすまでは。あ、ここは決死のシーンだね。あ、もう劇中が思い出される。逃げるな、ひきょう者。逃げるな。もうそんなに叫ぶんじゃない。かまど少年が死んでしまったら俺の負けになってしまうぞ。あ、もうダメだ、涙が出てくる。己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと心を燃やせ。歯を食いしばって前を向け。はい、これで全30種類ですね。あとは上ボタンを長押しして、このホムラを流してる最中に下ボタンとか上ボタンを押すと、この煉獄の赤き炎刀がお前を骨まで焼き尽くす。こんな感じで同時再生で音声を聞くことができます。これもね、本編再現できる感じがして楽しいよね。さあ、では次はうまいモードを聞いていきましょう。今度は、スイッチを、まずこのつかをね、取り外して、さっきは、ポッチが1個の方にやったんだけど、今度は2個の方、下だね。2個の方に移動します。うまいってなったね。これがうまいモードです。このうまいモードで上ボタンを単押ししていくといろいろなセリフが鳴るようなので聞いていきましょう。うまい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 。いろんなうまいが聞けるね。うまい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 。俺の継ぐ子になるといい。面倒を見てやろう。待ってください。そしてどこを見てるんですか。溝口少年。君の刀は何色だ。え、俺はかまどですよ。色は黒です。この辺は戦闘に入る前の会話だね。黒刀か、それはきついな。俺のところで鍛えてあげよう。もう安心だ。いや、いや、そしてどこを見てるんですか。以上ですね。あとはこのモードでもさっきと同様にホムラを流したり剣撃音を鳴らしたりもできるんですけど、これは鬼殺モードと同じギミックになるので割愛します。さあ、ではいよいよ炎の呼吸を発動させていきましょう。これはどちらのモードでも同じ操作です。まず下ボタンを長押しして、この状態で下ボタンを単押ししていくと炎の呼吸を発動できるようなので聞いていきましょう。炎の呼吸は全部で 1,2,3,4,5,6 種類だね。じゃあ行ってみましょう。炎の呼吸、一の方。知らない。おー、結構音が長いね。二つ目。
三つ目、炎の呼吸。三の方、飛燕万象。四つ目、炎の呼吸。四の方、声援のうなり。五つ目、炎の呼吸。この方、天下。おかおって言ったね。じゃあ次は最後、最後はもちろんあの技です。ではいきます。炎の呼吸、奥義、九の方、煉獄。はい、これで収録されている炎の呼吸のすべてですね。じゃあ次は炎の呼吸発動中に上ボタンを単押しすると特別な音声が流れるようなのでやってみよう。じゃあ5の方まで飛ばしますね。炎の呼吸。この方。連打。で上ボタン押すと。このはーっていう音声が流れるようです。で続いて炎の呼吸奥義の時に、奥義って言い終わる前に上のボタンを押すとスペシャルなセリフが鳴るようなので行ってみましょう。炎の呼吸、奥義、心を燃やせ、限界を超えろ。俺は炎柱、煉獄杏寿郎。九の方、煉獄。はい、という感じでかっこいい煉獄さんのボイスが挿入されるギミックとなっております。ということで本日はプロプリカ日輪と煉獄杏寿郎を紹介しました。ちょっとね、音が小さいかなという気がするけど、劇中名シーンを思い浮かばせる内容になっているので、もうね、泣きそうになる。あとね、日輪刀の再現度はやっぱりね、プラスチック製にはなってしまうので、本物の感じとまではいかないんだけど、それでもね、十分にかっこいいデザインになってると思います。1分の1サイズはね、やっぱり伊達じゃないよ。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画面白いと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。一応2日後にデラックス日輪刀の吾妻善逸が発売されるので、そちらもね、レビューしていく予定ですので、もしね、気になる方はチャンネル登録してお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。